3年連続優勝中、じゃあ3年連続甲子園みたいな感じだ、強豪校じゃん。3年連続優勝中、へえ、何年間やってんのこのイベントって。3年前だったら面白いよね、始まったのが。クソボンジンさんはお土産買わないの？あ、そういう心配してくれてんの、クソボンジンに。大丈夫、クソボンジンだから、その辺の無難なお土産買いますよ。一つだけ買おうかな、けへ。それならこのほうきはどう？これもモルンザンの木材で作られているんだよ。へえ、モルンザンのさ、木材って強度に強いのかな。豊作村では口笛を吹きながら掃除をするんだ。まるでほうきとダンスをするみたいにね。あ、そうなんだね。なんかそういうシーンあったよね、白き目でははははみたいな、へへ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 みたいなシーンあったよね。小鳥たちとさ、薬中って言い方あるね。そうするとめんどくさい掃除も楽しくできるでしょ。確かにね。うん、まあ今ルンバあるからいらないんだけどね、ほうきとか。ごめんなさい。よかったですね、クソバンジンさん、いいお土産抱えて。まあうん、いいお土産だね、確かに。僕もビルさんとルークさんに何か買わなくちゃ。何にしよう。うわー、センス問われそう。絶対買いたくない、ビルさんとルークさん。木製カップでも素敵だし、スポンジワイプも便利だし、ハンティングナイフもかっこいいし。いや、ビルさんには絶対買いたくないな。ルークさんはさ、まあ何でも肯定してくれそうだけどね。エペル君は本当に豊作村のことが大好きなんですね。はい、いいじゃん。ここには高級品や流行の品はないけど、品質は胸を張って自慢できるものばかりです。ああ、もうだって現地の人が言うんだから間違いないよね。うん、どれにしようかな、迷っちゃうな。土産なんて何でもいいんじゃねえか。出た、他人のものはどうでもいい、自分のものしか選ばないみたいな。そういうわけにはいかないよ。よし、それじゃあビルさんとルークさんへのお土産は何した。雪だるまにする、それ持って帰る。この手洗い石鹸にします。手洗い石鹸でも高級なソープとかちょっと喜ばれそうだけどね。そういえば豊作村の人たちは綺麗好きで石鹸にこだわってるのだったな。うん、この石鹸は村のお年寄りの手作りなんだ。石鹸作ってんの、お年寄り。植物オイルや天然素材だけで作っていて、石油原料や化学成分が一切入ってないんで。あ、じゃあお肌によろしいってこと。オーガニックな石鹸なのですね。肌に優しそうですね。リンゴエキスのリキッドが含まれていて、洗うと甘い香りがするんです。はあ、今日リンゴ臭いねとか言われないかな。あ、今日シーナリンゴっぽいねみたいな。ミルさんなんかは洗顔石鹸にはこだわりがあるだろうけど、手洗い用ならどうかなって。あ、いいね。この石鹸ならメイクの前に触っても手荒れ肌荒れしなくていいと思うんだ。はあ、まあさ、石鹸って確かに間違いない感じはする。まあ別に喜ぶかどうか置いといて、別にもらって困るものじゃないよね。ええ、ビルさんやルークさんもきっと気に入ってくれるでしょう。はい、買ってきます。うん、じゃあ冷蔵庫買おう、俺は。お土産に大型冷蔵庫。皆さんお待たせ、ビルさんたちへのお土産を買ってきたよ。そろそろおばあちゃんのぬいぐるみ作りが終わりか。あ、おばあちゃん忘れてた。いよいよソリの練習を始められるというわけか。あー、ババア行こう。こんな短時間でぬいぐるみを4つも作るなんてすごいですね、マユレさん。へへ、自慢のおばあちゃんです。じゃあ集会所へ戻りましょう。おばあちゃん早いね、手さばきが。お、豊作村集会所前。あ、よかった、井戸の中入ってなかった。おばあちゃん、エペル、皆さんお帰りなさい。うわー、マダムだ。ばあちゃん、ただいま。わんざわざ待っててかの。ぬいぐるみで来たとことは、ここマーケットさ、石破県でもおもちゃのさ。わ、見せて見せて。はいはい、皆さんも寒いでしょう、集会所の中にお入り。じゃあ私はおばあちゃんのその上着を全部剥ぎ取ろう。そして私は温まる。あれやさん、それぞれペロ君、こんにちは。それあ、村長さん、しばらくです。あら、町の言葉で喋っちゃうな。ナイトレーブンカレッジの契約をブレブレ。エペル君の学友の皆さん、こんにちは。豊作村へようこそ。こんにちは。お母さんと一緒だ。こんにちは。ママ、あの人誰？あの人はね、ちょっと目には触れてはいけない犯罪者だよ。あの人も僕たちの言葉が話せるのだな。村長とのもなれば、他の地方の方たちと接する場面も多いでしょうからね。
エペル君村に戻っておったのか。ソリレースには出るのかい。ソリレースのために来たからね。私はソリレースのために生きてきたから。はい、僕以外は初めてソリレースに出場する記念参加みたいなチームなんですけどね。そんな軽い気持ちだったの私たちと。3年連続優勝中の村長さんのチームには勝てないだろうけど、思い出作りに頑張ります。あ、ここは強豪校か。3年連続？このおっさんそんなにすげえのか。それなんだが、実はな、さっきメンバーが一人怪我をしたっていう連絡が入ってるの。は？負傷ってこと？じゃあ今回のレースはもらったね。え、一体どうして？ソリレースの練習中に転んだりしたの？リンゴの皮に滑って転んだんじゃん。リンゴの皮に滑って転ぶってことあるんだね。バナナは聞いたことあるけど。え？マリオカートでよくある。畑作業の休憩中にリンゴを食べようとして自分で剥いだ、剥いた皮で滑ったんだぜ。かっこ悪い。バナナの皮で滑るというのは聞いたことがあるよ。リンゴというのは初めて聞く。さすが豊作村ですね。ソニーレースの優勝者って幸運に恵まれるんじゃなかったね。そういうわけで今回のケルカロとわしらは出場できなくなったんで。やったぜ、一人落ちた。はい、じゃあ俺たちの勝ちだね。繰り上げで。なんじゃとおじいちゃん漏らしちゃうよね。体内のものすべて絞り出るよ。え、村のみんなが期待してくれていたのに申し訳ない。怪我ならしょうがないですよ。怖、おばあちゃん、ババアモードになってる。僕たちもなるべく上位でゴールできるように頑張りますから。何生ぬるいこと言ってるんだい。え、なるべく違うだろう。絶対に優勝するんだよ。優勝いきなり言われても。なあ、恐喝入ってるじゃんねえ。大問題。今だったら急にハードルを上げてきましたね。無理に決まってますわ。ソリレース優勝の光栄を村の外のもんだけのチームに持っていかれるわけにはいかん。村長たちの代わりに何が何でもあんたらが優勝するんだ。分かったね。もうドロンジョに見えてきたすごい。でも可愛いね、なんか女版のガクトさんみたいな。それはいくらなんでも無理だよ。僕以外はみんな未経験なんだから。そうなんだよ、みんなあれなんだよね、 DT みたいな。そうそうじゃよ、マルヤさん、死の子の抜かすんじゃないよ。へっ、やる前から無理なんて決めつけるんじゃない。種をまかなきゃリンゴの木も生えないし、実だってできないだろう。なるほど、じゃあ私たちはまだ種だと。ここから大きくなるんだね。ばあちゃんの態度がいきなり豹変したんだぞ。おばあちゃんはケルカロットが大好きなんだ。あ、なるほど、気合い入っちゃうのね。毎年優勝チームは絶対に豊作村から出すって言ってて、それでこの豹変ぶりなんですね。はい、ケルカロットのこと、特に優勝チームのことになると興奮しすぎて、いつもの優しいおばあちゃんからは想像できないくらい荒々しくなっちゃうんです。へえ。え、それさ、ちょっと二重人格の可能性ない？調べようよ。ちょっとやっぱりエペルのおばあちゃんなんだぞ。これあれかな、白雪姫、あのさ、白雪姫のさ、雪の女王、雪の女王じゃない、それエルサだ。女王のさ、リスペクトかな。あのさ、女王もさ、二面性あるじゃん。普通のおばあちゃんと、その美しき女王っていう。あんたたち、何が何でも優勝するんだ、分かったね。うわー、やばい、このおばあちゃん。すっごい、なんか、お尻で、ヒップアタックしてそう。なんかクレヨンしんちゃんみたいな攻撃しそう、このおばあちゃん。恐ろしいわ。生後1ヶ月で卒業した。何を？生後1ヶ月で卒業した。何からだろう、あれかな、離乳かな、それとももしかしてタバコかな。早いね、生後1ヶ月は。アイコス、あんたたち何が何でも優勝するんだ、分かったね。おばあちゃんめちゃくちゃおっかねえんだぞ。集会所の中にぬいぐるみができてるからさっさと取りに行くよ。ほら、キビキビ動く。練習のために1分だって無駄にするんじゃない。はい、はい、おお、ちょっと惚れちゃう。いいね、男勝りの女の子みたいな。こいつらが私たちのぬいぐるみだよ。わーい、めごい、投げめ、うさぎだるじゃ。ふん、
可愛いかどうかなんてどうでもいい。大事なのはちゃんとソリを弾けるかどうかだ。おばあちゃん落ち着いたね。よかったね。何飲んだんだろう、薬。しかし短時間でこのような精巧なぬいぐるみを4つも作るとは、人間にしてはなかなかやるじゃないか。マリア、本当に人間かな。セベック君はまるでマリアさんと古いお友達のような喋り方をしますね。ね。しかしこのぬいぐるみたち思っていたよりも小さい。ちょっと待って、ぬいぐるみって小さければ小さいほど可愛いところあるよね。これで僕たちを乗せたソリを引けるのでしょうか。それは大丈夫。乗る人がきちんと魔法を使えばすごいスピードで走ってくれます。じゃあ魔法を使い次第じゃん。みんなもおばあちゃんが作ってくれたぬいぐるみを信頼してください。ぬいぐるみ信頼って何だろう。トイストーリーかな。俺がついてるぜ。いいね、この歌を出場曲にしよう。俺たちの過酷なレースを一緒に走る僕たちのパートナー。そう考えると愛着が湧いてこない。まあぬいぐるみでも、ぬいぐるみってさあれでしょ、なんか魂宿るとか言われてるよね。そう考えると怖いよね。ちょっとわかん、ぬいぐるみなどに興味はない。セベック君だって子供の頃ぬいぐるみを持っていたでしょ。ああ、持っていなかった。ぬいぐるみを。そうなの。やっぱり歯科グッズかな、歯科医グッズかな。ふん、あんなものは生後1ヶ月で卒業した。持ってるじゃん。サンドバッグを抱きしめて眠ったことはあるかな。赤子の頃からトレーニング器具が遊び道具だった。硬くない？サンドバッグ。僕も持っていませんでした。まさかサンドバッグってお父さんのことじゃないよね。本当ですか。俺めっちゃ持ってたよ、子供の頃ぬいぐるみ。沈没船にあった人形を拾ってきたりはしましたが、ぬいぐるみは水中で縮んでしまいますからね。ああ確かにね。あ、そうか。大体の人魚はぬいぐるみの代わりにサンゴや貝殻をおもちゃにしています。ね、ビキニにもしてるよね、アリエルは。あれさ、すごいよね。なんでさ、人魚ってその胸を隠すっていう風習はあるんだろう。恥ずかしいのかな、人魚でも。なんかそういうの関係なさそうだけどね。でもあれだよ、なんか昔のさ人魚姫とかさ、なんか乳首とか普通に出てた気がするけど、気のせいかな。イデアさんは。僕持ってなかったですけど、拙者は子供の頃からもっと実用的なものを好んでいましたからね。あれ、なんでさ貝殻でビキニはするのに下は何も履かないんだろう。不思議じゃない。あれだって全裸だよね、要するに下は人魚だから。なんか不思議だな、そう考えると。簡単なロボットとかを手作りしておりました。へえ、なんか人魚そう考えるとエッチだよね。さすがです。僕はたくさんぬいぐるみを持っていたよ。両手で数えられないくらい。あ、みんなさ下半身をむき出しにしてるんだよ。ぬいぐるみ好きなんですね。確かにエペル君らしい感じがしますね。ぬいぐるみはエペルって感じがする。エポーって感じが。いえ、本当は興味はないんですけど、村の人たちがプレゼントしてくれたんです。でも似合うよね。僕は当時豊作村で久々に生まれた子供で、みんなお喜びみたいだったね。それで村中の人が手縫いのぬいぐるみをくれたんですよ。裁縫好きが多いですからね。へえ。甥っ子が生まれて全部譲ったんだ。だからぬいぐるみたちは今でも活躍してるよ。ああ、じゃあ思い出のぬいぐるみでもあるんだ。バトンタッチね。あんたたち何無駄口叩いてるんだい。そんな暇があったらさっさとソリの練習に行きな。やだ、今には合わないお得塾タイプだね。わかった。お金んだぞ。女塾だよね。だからなんでこんなさ、丸屋おばあちゃんは可愛いの？美人だよね、今日も。なんか、もう、抱きたい芸能人ランキング第1位みたいな感じするよね、このおばあちゃん。なんでもないです。あ、まだある。楽勝なのでよ。え、何が？え、待って。会場来た。あ、始まるじゃん。やべえ、スタミナが回復しそう。あ、来た。楽勝なのでは？あの木危ないな。ちょっと、どかしてくれないかな。はい。いいの、あんな木を乱雑に使って。ここがソリレースの会場だよ。このスタート地点から出発して諸根山に作られたコースを一晩中走って、またこの地点に戻ってゴールするんだ。はあ、じゃあ一周するんだね、ここ。コースの中には森や崖なんかがあるから高度なテクニックが必要になる。下手したら死ぬじゃん。じゃあソリレースはチーム戦でしたよね。勝敗はどうやって決まるんですか？4人の合計タイムで競うんです。ああ、なるほど。じゃあタイムアタック大事じゃん。ほう、ということは4人全員がゴールしないとダメなのか。それどころか不得意な人が1人いただけで優勝できないということですね。エペル、レースにはどのぐらいのチームが参加するんだ？開催する年によって変わるけど、大体30チームぐらい。30もいるの？
若い者には負けないって意気込むおじさんチームや雪で遊ぶのが大好きな子供チーム、ああなんだそういう何ちょっとにわかチームもいるのね。よかったよかった。それ愛好家のチームや刺繍好きな人たちのチームとかね、みんな個性的でしょ。確かに関係ないもんね。遠くの町から参加しに来てくれるチームもいるんだよ。思ったより参加者が多いですね。ね、賑わってる。村が若い人が減っていると聞いていたので、もっと少ないのかと思っていました。ケルカロトが盛んだった時は参加チームは200を優に超えていたものです。へえ、おばあちゃんも参加したんだね。全盛期は多分ビキニで。それが豊作村が寂れていったことで競技人口もどんどん減ってしまってね。だからあんたたちにはレースを盛り上げてもらわないと困るのさ。怖い、そのさ、目を瞳孔開いて目玉飛び出そう。もう 3D メガネだねこれは。いいかい、負けるんじゃないよ、頑張るね。怖いわこのおばあちゃん。怖くて可愛いっていうね、最強のポテンシャルを持ってる。美人だよね、芸能人美人ランキング第1。なんだい、収穫し忘れて古くなったリンゴみたいにもうさっとした、はっきりしない返事をして。絶対に勝つんだよ、分かったね。はい、おばあちゃんがやればいいじゃん。おばあちゃんぬいぐるみ代わりに走ってよ、ヒヒヒってペチンペチンみたいな。何叩いてるんだいって言われそう。俺様レースに出なくてよかったんだぞ。ほらさっさと練習を始めな。皆さんぬいぐるみとソリを LINE でつないでください。何、知り合いかもでいい。どうする、既読無視するけど俺は。あ、 LINE というのはぬいぐるみをぬいぐるみについてるリードのことです。あ、そっちね。ソリ自体は結構小さいのだな。一人用の腰掛け椅子ぐらいの大きさだ。あ、そうなんだね。え、じゃあ本当にその辺で売ってるソリみたいな感じ。え、これに立って乗るのですか。バランスを取るのが難しそうです。え、手元にあるハンドルバーをしっかり握ってないと振り落とされちゃいますよ。え、なんかサーファーみたいに乗る人いないの。いそうだけどね、そういう強者。怖っ。はい、 LINE をつなぎましたね。ではまずぬいぐるみを方向指示を出すやり方で。もうこれさ、スキー経験者とスキー経験してない者なんかで変わってくる気がするな。魔法はラインとハンドルバーを通してぬいぐるみに伝わりますから、進みたい方向を言葉で伝えてください。え、言葉で使うマジ最新型のたまごっちみたい。前に進むときにはマッシュと叫びましょう。マッシュ。右に曲がるときは G、 左はハ、止まるときはウォーです。うわ、擬音が多いね。ん、その3つは聞いたことがある。馬に声で指示するときと同じ掛け声だ。あ、そうなの。 C、ウー、ハ、マ、オー、ン、アー。馬術部でもみんな声で指示を出してるんですか。いや、馬術部で行っている競技では鞭や手綱で馬を操る。それとは別のカントリー馬術などでは声を使って指示することもあると本で読んだことがある。よく知ったね。うちは牛に指示するときにもこの掛け声を使ってるよ。さて、それじゃあまず僕がぬいぐるみを動かしてみるね。あ、じゃあこのぬいぐるみレースだけじゃないんだ。それ、マッシュ。お、出た、マッシュヘアの人。はい、ジー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 、あ、ジジー来て、ジジー、あ、ジジー来た。スムーズに動いてる。簡単そうではないか。魔法で動かせるのなら楽勝なのでは。何せ拙者たち毎日授業を受けてますから。そうですね、飛行術で扱うほうきに比べたら簡単そうです。へえ、ずいぶん威勢がいいじゃないか。それじゃああんたらもぬいぐるみを操ってソリを引かせてごらん。造作もない魔力を込めて、それ、それマッシュ。どう、あ、ちっちゃくなったすごい、遠近法を使ったトリックこれが。 おい、どうして後ろへ下がるんだ。僕は前へ行けと命令してるんだぞ。初めて見た、この小さなのセベク。小さくない。だだだだ、こちらも全然言うことを聞いてくれません。同じところで延々と足踏みしているだけです。本当に足踏み、それ大丈夫、痙攣してるんじゃないの。あ、はい、うわー、スピードが出ると怖い。うわ、迫真のイデア、すごいエフェクトが出てる。ウォー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 、止まってくだされ、戦争戦争戦争、ダダーン。あー、転倒しちゃった。3人ともうまく動かせないみたい。初めてだもんな。初めては誰もね、うまくできないって言うから。ただ飛ばせばいいほうきと違ってぬいぐるみは手足を順序よく動かさないといけないんだ。
へえ。じゃあほうきの方が簡単なんだ。簡単にできると思ったらお間違い。ぬいぐるみを動かすのと飛行術は全く別物だよ。早く言ってください。え、でもさ、なんかほうきできそうなら、なんかこれもできそうだよね。ほうきできるならできそうな気もするけどね。ほうきの方が難しいイメージあるよね。バランス取らなきゃいけないし。ね。なんてこったい。こんなありさまで大丈夫なのかい、エペル。キキッと大丈夫、まだ慣れてないだけ。みんな学園で魔法の授業を受けてるんだから、練習すればすぐに上達すると思う。どうだかね、こりゃ今夜はたっぷりと栄養を取らないとケルカロとお前にバテちまいそうだ。じゃあおばばの体を私に入荷させよう。おばあちゃん完全体なら俺セルみたいに。エペル、あとは任せるよ。あいつらがきちんと走れるように鍛えるんだ。あいつらっつった。初めて植える品種のリンゴみたいにしっかり面倒見るんだよ。なんかこの言い草ジョジョみたい。ジョジョもね、なんかわざわざ例えるんだよね。応援するね。そう、まるで君の笑顔はそこの輝いてる木々のようだみたいな、そういう例え方するんだよジョジョも。ありがとう、みんなもやる気が出ると思うよ。皆さんどんどん練習をしましょう。こんな可愛いコーチがいたらさ、もうこの人目当てで絶対みんな講習受けるようになるよね。ね、あそこの子可愛いぜみたいな。ドゥーミアチーズワース、キララキララキララキラ、輝きの世界へレッツゴー。これね、真犯人フラグの挿入歌なんだよね。すごい名曲、本当に見覚えがあるような。号泣するから、ドラマ見た後にこの音楽聞くと。レースコース、あ、すごいところ。なんといってもガードレールがないって。皆さんそれを止めてください。ウォーです、戦争です、戦争。おお、みんな乗り気だね戦争に。3人とも綺麗に止まった。あっという間に上達しましたね。加速減速もスムーズですし、コーナーもちゃんと曲がれています。へえ、コーナーで差をつけるんだねこれで。ぬいぞりに今日初めて乗ったとは思いません。すごいですよ。それ褒めてんのかな。初めてにしてはすごいよねみたいな。エペル君の教え方が上手だからですよ。へへ、もっと称賛していいよ。拙者褒められて伸びるタイプですから。僕もだ。皆さんもう立派なマッシャーですね。マッシャー、なんだそれは。前進するものって意味。ポテトやゆで卵を潰す器具なことではなさそうですね。ぬいぞりを操る人のことです。マッシャーって言うんだね。ブッシャーはそれフラッシーね。パパパパーン、イデアはマッシャーの称号を手に入れた。おー、イデアそういうノリ好きだよ。さて、区切りがいいので一休みしましょう。流されると我に返ってしまうんですが、僕もまだまだ練習できる。物事が上手くなるためには反復練習はあるのみだ。でも長い練習時間を続けると疲労が溜まったり集中が切れたり事故を起こしちゃうよ。適度に休憩した方が脳や体がリフレッシュできるし、結果的には練習効率が上がると思う。ああ、それ言われてるよねよく。そう、休憩を適度にした方が練習するときにその練習量が多い時よりも脳に入るっていうか覚えやすいみたいな。もうしかしやはり時間がもったいない気がする。あれだよね、あの勉学テスト勉強とかもそうじゃない。僕は時間が許す限り鍛錬を積みたい。セベックンって真面目だな。ね、ストイックだね。この辺りではティーブレイクをとっても楽しい、とっても大事にしてる。ティーブレイクって何。他人のティータイムを潰すの。ああ、それティーブレイクね。おいいね。マダムのさ、おばあちゃんとかがもし紅茶でお茶会とかしてるときにで乾杯とか言うときに、はいティーブレイクっつってバイクで突っ込むみたいなね。それティーブレイクね。甘いデザートを食べながら紅茶やコーヒーを飲む。そうやって友人や家族との会話を楽しむんだ。何がブレイクなの。セベック君、せっかく豊作村に来たのですから慣習に従いましょう。わかった、呼吸系にしよう。あ、小休止。この先にエイドステーションがありますから、僕飲み物をもらってきますね。エイドステーション？な、エイド？なんとかってなんだ？マラソンや自転車レースなどで水や食べ物を補給する場所のことだな。あ、休息地点ね。そう。前日は僕たちみたいに練習するチームが多いから軽食を用意してくれてるんだ。サービスステーション旺盛だね。わはは、なかなかサービスいいんだぞ。ケルカロト当日にはおばあちゃんが僕たちに飲み物や
食べ物を渡してくれるよ。はあ、おばあちゃん有能じゃん。おばあちゃん、僕たちのチームを全力でサポートするって言ってたから。でしょうね、殺されるもん優勝しないと。ええ、容易に想像できます。エイトステーションでぬいぐるみのメンテナンスもするし、レースの状況とかも教えてもらえるんだ。エイトステーションはじゃあ結構さ、あれなんだね、司令官的な場所でもあるんだね。それは助かる。怒り言動的なね。よかったゼーレだね。よかったらクソモンジンさんやグリム君も手伝ってくれない？やだよ。あ、任せろ。ほう、グリムのことだから面倒があって断るかと思ったぞ。それクソ凡人の方ね。なんとかに行けば食い物や飲み物があるってことだろ。あるけどグリム君だけの分じゃないからね。みんなをサポートするね。もちろんで、どうしよう、もちろん手伝うよ。よろしくね。エイドステーションでのスタッフとのやり取りでレース展開が変わることも多いんだ。へえ、何それ、工作ってこと？工作員じゃんえ、マジで？じゃあ俺も工作しよう。ねえねえ、このさ、チップ渡すからちょっとあのコース少しだけ石を積んどいてくれないみたいな、やろうかな。責任重大だな、クソ凡人。それじゃあ行ってきますから、ちょっと待っててください。エイドステーション。あ、僕このままずっと休憩でいいと思うに1票。確かにここまで滑れるようになればもう練習は必要ないかもしれません。なんじゃくな、僕が本気を出せばこの程度のことは造作もない。よしよし、これなら俺様が出場しなくても大丈夫そうだな。笑わせるな、グリムが出場する方がよっぽど不安だね。でもグリムはさ、別に出場してもいいんだよね、魔法使えるから。なんでと？は？雪投げた。いた、何をするグリム。セベクに雪を当ててやったぞ、ざまみろ。モンスター風情が僕に雪玉を当ててただで済むと思うなよ。楽しそう、青春したよね。な、雪山を満喫していますね、セベク君。ははどうだジェイド、冷たいだろ。そういえば僕も前々から雪合戦をやってみたいと思っていたんです。へえ。じゃあ小雪さんも連れてこよう。小雪さん投げよう。俺は小雪ですって言ってくれるかな、投げた時に。ねえ、小雪さんみんな知ってる？小雪さん最近見ないよね。なんだろう、あれ、なんか小雪さんって結婚したっけ。覚悟はいいですね、グリム君。優しい音。なあ、まるでビオレ。謝りなよグリム。あはは、これでも暗いクソ凡人。何が楽しい、何が面白い、命を何だと思ってるんだ。ああやれやれ、せっかくの休憩時間なのに動き回るなんてバカみたい。イテアヌにも当ててやる。ふぅ、楽しそう。みんなもう一度セベクに見つけてやる。ふん、さっきは不意をつかれたが、身構えていればこの僕が当たることなどない。何だこれ、やばくない？ちょっと雪合戦なら優勝できるよ多分。は？おい、向こうの小さな人間に雪玉が当たってしまったではないか。何、誰？おかげはありませんが、あの人たちひどいことしますね。ジェイド氏が急に他人行儀になりましたぞ。何？おお！ベイビーたちじゃん。あれ？いない？兵器じゃんか。皆さんお気になさらないでください。かわいい、その格好。自分をかわいいと分かってるタイプのアイドルタイプだね、これは完全に。お前ら何しやがるんで、俺たちに雪合戦を挑むつもりか。ハンター、いえ、面白そう。うわ、善逸がいる。ふんな、当たった、ピースピース。うお、イベントに出るんだね、 NRC、 違う、 RSA って。こらポップ、グラン、失礼だよ。あの方々、なんとなく見覚えがあるような気がしませんか？あ、このメンバーはそうか。別に本格的に関わってないからさ、覚えてないのか。たまた、あ、でもエポーはわかるんじゃない？僕もどこかで見たことがあるぞ。あ、来た、ハッキシンか。あれ、なんで服着てないの？いや、そんなにじっと見られていたら恥ずかしい。お待たせしました、紅茶とシナモンロールを持ってきましたよ。あ、君たちは。おお、感動の再会だね。ロイヤルソーダアカデミーの。何？服見ればわからない。でもマジで？
え、待って、 RSA のさイベントカードとか出んのかな今後。気になるわ。終わった。うわ、 RSA をちょっと雪だるまにしたい。やろう。ハックシュンがね、あの中で俺の一番の好きなキャラだね。ハックシュンが可愛いからね。まあ俺の方が可愛いけどね。